山口氏は日本の氏族の一つ。武蔵山口氏は官武兵士の流れを組む武蔵七島の村山島から派生した氏族であり、平安時代末期から戦国時代にかけて武蔵国入間軍山口を領した。なお、武蔵国には横山島から派生した山口氏もある。武蔵国玉軍村山を領した平頼島が村山島の外なり、 その孫の家継が入間郡山口に住み、山口を名乗ったのが始まりである。代々山口城にいました。方言の乱では、村山党の金子家忠、千葉家の村と共に、山口六郎が、源の義朝に従う。上級の乱では、山口兵衛太郎が負傷を負っている。山口隆清の第二、武蔵平一騎で、川越市の側につき、鎌倉久保を。 足利氏光方の上杉憲りに攻められ、山口城は落城。その後、英徳三年、南朝の力を得た高清の子、山口高次は、祖父山口公美と共に、再び兵を挙げ、氏光と戦ったが敗北し、山口城に火を放ち自害して果てた。高次の子山口高田氏は、上杉氏に仕え、その後上杉氏が没落すると、後法城氏に仕えた。 後北条氏の滅亡後、子孫の山口大前は、徳川氏に仕えた、平高持、平義文、平岩州、野井をはじめ江村山よりと、より家、大井家なぐうじけ平金塚藩、山口へ次ぐ、歌春仙培へのぶ、孔稔、高木代、高次高忠氏、 高広、高久市、高時期、高安市、高守、高都市、高白、牛久山口氏は、牛久藩を十二代にわたって支配した大名で、戦国時代の守護大名、大内氏の所留にあたる。大英の乱で、室町幕府第三代将軍、足利義満に反乱を起こした、大内義弘の次男、大内持ち森を外し、 大内氏の本拠地、須王国山口の地名を取って、山口氏と称した。山口重政ははじめをだ信長の家臣、佐久間正勝に仕え、小牧、長久手の戦いでは、信長の次男、信尾に仕え、以後、徳川家康に仕えた。そして、慶長五年の関ヶ原の戦いにおける選考により、数佐国五千国、武蔵国五千国の所領を与えられ、 合計一万国を領する大名になった。その後、下野国に五千国を加えられ、一万五千国となっている。しかし、慶長十八年一月八日、茂政の弱子、山口茂信と大久保忠隆の幼女との婚姻を幕府に届けなかったとして、私婚禁止違反であるとしては悪名により、改役された。その後、茂政は罪を許されて再び、日立国、 唐と海国に一万五千国の所領を与えられた。第二代藩主、山口博高の時、領地が、日立国、下宇佐国に集められ、牛久に陣屋を構えた。博高は弟、山口和常に五千国を分治したため、牛久藩の総国高は一万国となった。牛久藩は山口市の支配で、明治時代にまで至った。太船は、実施、細船は要し 大内義弘。大内持、聖、大内持よ。大内京皇人与。森美幸教京中。森重康森森中京房。森正重俊とししゅうか京継ぎ。重政重勝さしげか京吉。重げ重信重げのぶしげ重貞重ろたかえ 広志豊か広志豊か。校長広志倉行動。行動。広志つとむ広志いたす。広志風、広志国広平。広志国。広平。広立相模山口氏は、官部兵士の流れを組む三浦一族から派生した氏族であり、平安時代末期から鎌倉時代にかけて相模国三浦軍山口を領した。 三浦義純の次男友好より始まる。あずま鏡によれば、源の頼朝に従い、東大時代仏供養の時に上落とある。尾張山口氏は、戦国時代の守護大名、大内義隆の末裔にあたる。毛利氏の手前、大内姓を名乗れず、大内氏の本拠地、崇王国山口の地名を取って、山口氏と称した。神語系文元年に、 山口犬飼いという人物が山口阿村生を与えられている。その後、山口阿村春辺、新世、連末の名が見える。また、平安時代には忌み吉生の山口氏として山口西成などが出ている。ありがとうございます。